こんにちは、ハイジーです。去年の11月にシンガポールに行ってまして、そこでですね、結構いろんな食レポ動画を撮ったんですよ。まあ、有名店の美味しいなんかエビが入ったやつですとか、カエルとか、まあいろんなもの食べてきたんですけど、その現地にいる間から、吉本の社員さんからは、この食レポ動画に関しては、日本に帰ってからもすぐにはアップできませんよって言われてたんですよ。アップできるとしたら、食レポ以外の動画をシンガポールで撮るか、シンガポールで買ったお土産を日本で開封するか、そういう動画ならいいですよって言われてて、僕も、あ、そうなんだ。じゃあせっかくならお土産を買ってきて日本で開封するやつやろうかなと思って、コンビニで買ってたんですよ。で、忘れてたんです。で、今少し遅めの年始の大掃除ということで、部屋を片付けておりましたら、それが出てきましたので、開封してみようのコーナーでございます。シンガポールのね、セブンイレブンで買いました。こういう袋なんですよね。何を買ったかと言いますと、シンガポール版の食玩っていうんですか?おまけ付きのお菓子みたいな感じで。ででーん。ダイナソーエッグっていうのかな?恐竜の卵っていう、やっぱりさ、どこの国も恐竜の卵って子供の心を掴むんだね。やっぱそうなんだねって思ったよ。しかもこれ黄色だけじゃなくて、なんと、紫、オレンジ。全く同じような形のくせに、紫とオレンジはホラー的な感じになってます。で、向こうの少年たちが喜ぶようなものが入ってるっていうことですからね。何が出るかな?何が出るかな?カラアポだったらびっくり。まず、お菓子。これ多分お菓子ってことかな?二つ入ってます。二つって珍しいね。え?銀紙の中にまた包み紙。配中的な?ん?味はめちゃくちゃ美味しい。これただのブルーベリーじゃなくて、そこにクリーム的な味も加わって、相当うめえよ。この卵の中ですが、ででーん。すごい、なんかレッドドラゴンみたいなの出てきて、裏側真っ白。これ何?足の向きから言ったら、こっちが前か。そっか。カエルとかもお腹は真っ白だもんね。だからこうやって飛んでたらかっこいいよ。こうやってプシューって。うわ、かっこいい。恐竜来た。恐竜来たって思って、こう切ったら、うわ、裸か。恥ずかしい。ってなるよね。この人は常にこういう向きで立ててくれたら、立たないよね。こっちのやつも開けていきましょう。バカ!あれ?違うお菓子だ。で、このチュッパチャップスみたいの入ってるよ。で、もうちょっと見えちゃってる。気持ち悪い。え、これ何?シンガポールのフチコさん?プルプルしてる。すっげえ食感気持ち悪い。これ気持ち悪い。しかも色が嫌だよね。真っ黒って。お菓子のおまけで真っ黒って。初めて見た、そんなの。じゃあ、続いて、紫もいってみましょうね。せーの。パカ。さあ、なんでしょうか?みんな見える?これ最低だわ、もう。最低だよ。最低!うわ、最低!いや、最低だよ。これ誰が食いてえって思うんだよ、マジで。